札幌管区気象台によりますと、今日午前2時35分ごろから駒ヶ岳の地下のマグマや火山ガスなどの移動を示す火山性微動が1分40秒程度にわたり発生しました。火口付近ではわずかな地面の変動が観測されたということです。その後午後3時までに火山性微動や斜面の変化は確認されていませんが、山頂の監視カメラでかつて大噴火を起こした昭和4年火口からごく弱い噴気が上がっているということです。気象台は火山活動が活発化した場合、現在の噴火警戒レベル1の火山であることに留意から、火口周辺の立ち入りを規制する警戒レベル2に引き上げる可能性があるとしています。